ヒカキン TV Everyday。 Now YouTube。 どうもヒカキンです。いやー、今日の商品はですね、まあお店でたまたま見つけたんですが、かなり僕の好みというか、いいです。なんか好き。それがこちら、汚れたフラッシーソフビ人形。ドン303ソフトビニールコレクション、船橋市非公認フナッシー。そしてこちら、うわー、見てください、この汚れ感。めちゃくちゃ汚れてます。いやー、汚くていいねこれ。いやー、汚い汚い。はい、こちら今回ですね、東京は上野にある山城屋さんというおもちゃ屋で見つけました。僕上京当時から、上野よく行ってたんですが、久々に行ったらふなっしーのコーラに置いてありました。で、なんとこのお値段5775円。いい値段するのー。だけどね、この汚れ感見たらね、即購入でした。実際僕ふなっしーにも2回会ったことあるんですが、確かに汚れてます。まあ、ピッカピカじゃなくて汚れてるからなんかね、こういいんだよ。それをついに商品で再現したと。それも結構でかい。楽しみです。開けます。よっほっほ。お、二重だ、二重だ。はっ、梨汁ブシャ。おおおお、いきます。おおおお、いいよいいよ。うわー、いいわー。もうなんか昔のおもちゃみたい、ほんとに。それも裏にはね、こうちゃんとチャックもね、ありますね、こう。もちろん開くわけじゃないんですけど。で、ソフビ人形なんで硬いです。こういう感じ。ドタクナナッシーって言われそう。で、これ手だけ動きます。ひょっ、ひょっ、ひょっと。いいじゃん、いいじゃん。これが一番ふなっしーっぽいかもね。片手上げてる感じね。両手上げると、よっこしょ。あ、両手もまあそれっぽいけど、なんか片手がふなっしーっぽい。ああ、いいわ。かわいいわ。はい、アップでお見せします。いやー、この水色の部分の境目がね、すごい汚れてます。手とかも汚れてるな。手とかも汚れてる。おー、手も汚れております。そうすると今度は足。ちょっとこれは、立体的になってるのか。こうやって見るとちょっと、なんかこの部分がちょっと汚れてるけど、こうしてみると、そういうことなんだ。あ、足の裏にもなんか書いてある。ふなっしー303メイドインチャイナ。いや、いいよこれ。汚れてる部分もリアルだもん。いいわ。これちょっとなんとかして部屋の取るところ変えて後ろに立たせておきたいですね。これちゃんと立つようになってるんで、もちろんこれはいいよ。サイズもね、十分なボリュームがあるし。いやー、ちょっと高いかなと思ったけど大満足でございます。ブヨヨン、トゥデイズヒカキンズポイント、99。まあ、やっぱり安くはないなということで99点なんですが、僕にとってドストライクでした。なんかこうまとまってんだよ、すげえ。ちょっと宝物にしたいと思います。バイ。たらく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 。